日本の女子サッカーが始まって30年、世界一に上り詰めました。選手にとっては夢の舞台、決勝となればまた夢の夢のはずなんですが、この大舞台でなでしこのサッカーが始まりました。選手の中には日本中に、また震災で被災した皆さんに勇気と希望を与えたいと言いつけてきました。おそらくこういうなでしこの選手たちの笑顔が立派に勇気を届けられたと信じたいと思います。そうですね、あとはやっぱりね、これから日本代表選手になりたいんだっていう女の子たちのね、増えたと思うんですよね、この試合を見て。歓喜が続きます。小島さん、はい、そして勝ったことと同時にこの大会を通じてなでしこジャパンの初のサッカーが世界中に素晴らしいと言われたことがまたつながってくると思うんですよね。そうですね、すごい評価されたと思いますし、ただこれからこういうチーム増えてくると思うんですよ。でこれからはこのなでしこのサッカーが世界基準になってくるわけですから、追われる立場になるわけですよね、より先に行くためにどういう努力をしていくか、本当に楽しみですよね。そしてあらゆる年代の評価の中で、昨年は17歳以下の若いチームが決勝まで進み、今度は年齢制限のない円代表がなんと世界で制覇を成し遂げました。日本でもね、いつかね、こんな素晴らしい女子のねワールドカップが開催されたらなと思うんですけどね。そうですね、お互いに健闘を称えます。よくお互いを知り尽くしているチーム、宮間もアメリカでの経験が今のプレーに生きています。日の丸が揺れるドイツフランクフルトスタジアムです。日本にとっては歴史的なこのフランクフルトスタジアムでの決勝の勝利、ドイツでまたなでしこが再来ました。ドイツ語ではなでしこのことをフラッコンネルーテスというかそうですが、今その単語よりもなでしこという言葉が世界で通用するようになってきました。我々も各国のプレスになでしことはどういう意味なんだということを随分聞かれました。本当にいい花開きましたね。2度リードされて2度追いついて、その追いついた2点目のゴールは延長の玉、満州は優勝と同時に得点王と MVP を獲得しました。倒したことがまた次の戦いに行ってきそうです。アメリカのね、アメリカに、ね、対しての初めての勝利はこのワールドカップの決勝の舞台だっていうのがね、また本当に一つになったドラマですよ ね、 そうですね。今回がアメリカを倒す最高のチャンスと話しました。そして今会場の外で花火が上がっています。ドイツの国内の9つの会場で大会が行われてきました。
かった分だけプレッシャーがどんどん増幅しているのかもしれません。